Tokyo Music Lab music trivia you can use starting tomorrow. Kate, do you know Aerosmith? Of course I know. Do you know the name of the vocalist? Do you know why it's so acclaimed musically? Oh! Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What? Regular distribution every Monday and Thursday and chat session Tokyo Backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it. Higuchi Kiyonori no Aratame. Higuchi Taiyo no Ware omou yue ni Ware ari. はい、経営者で日本一のポッドキャスターの樋口さんが今思うことを語るコーナーですが、なんとですね、はい、今日は僕の代わりにゲストの方に哲学を語ってもらおうと思います。じゃあ僕の方から紹介させていただきます、はい、本日ゲストは僕の弟樋口太陽くんです。よろしくお願いします。こんにちは、樋口太陽です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ちょっと固い、はい、こんにちは。ちょっと待って、固い、初めましてなんですけれども、ツイッターなどでは拝見していたんですが、はい、直にお会いするのは初めてなんですけども、そっくりですね、樋口さん。いや、太陽さんと全然思ってないんですけど、ね、そういうこと。いや、そんなこと本当に、なんか声とかも似てるって言われるんですけど、うん、自分で聞いてたら普通に聞き分けがつくんで、はい、当たり前ですけど、当たり前ですけど、ね、あんまり似てないんじゃないかなと思うんですけど、どうなんですかね。似てます。特に、はい、太陽さんが入ってこられてご挨拶してくださり、うん、帽子をファッと、今日ハットをかぶってらっしゃったんですよね、はいはいはい、ベージュの、うん、ハットをファッと外したら、うん、ますます似ていてびっくりしました、はい、太陽さんも金髪。そうなんですよ、今は。はい、期間限定なんですか。あの、割と最近やって半年前ぐらいに。あら、はい、それは思い立って。そうですね。あら、はい、あ、やっぱその、社会の反抗。いや、なんか老けてきたなと思って全然違った。若返ろうと思って。いやー、そっくり。え、そう、金髪兄弟でね。兄弟、そう、はい、金髪兄弟、はい、哲学兄弟なんでしょ。そうなんですよ。哲学兄弟じゃないです。違う、そういう家系じゃないです。哲学的家系じゃないです。でも、はい、2人で哲学を語り合ったりとかってするんですか、はい、いや、それで言うと、うん、一緒のポッドキャスト番組をやってるんですよ、はい、あの、愛の楽曲工房っていう一緒のポッドキャスト番組を僕と太陽と、うん、あとこの番組にも過去に出てもらった青柳高也ですね、はい、あの、アットホームチャンネルっていうホームレスのドキュメンタリー番組やってる僕の芸人の時の相方、うん、青柳高也の3人で、ずっとラジオっていうかポッドキャストやっていて、うん、2016年からやってるから、はい、でその中でやっぱかなり僕も太陽も言いたいこと言うみたいなことが多いんですよね、うん、はい、なので、まあ、多分いろんな哲学を持ってるんじゃないかと思うんですけども、でちょっとじゃあ簡単な、はいはい、自己紹介を太陽の方からさらっとやってもらおうかなと思います、はいはい、福岡県田川出身です、うん、で、今は、東京にオフィスがありまして、音楽制作会社、うん、あの CM を中心とした音楽制作会社オフィス樋口の社長です。そうなんですよね。もともと僕と太陽で音楽制作会社を始めて、はい、今僕は辞めて、福岡でいい金パレットを中心に活動していると、はい、でその会社を太陽が社長として今ずっとやってるっていう、うん、そういう感じですかね、はい、はい、ということで、もう早速ね、今日はね、はい、あの、太陽の哲学を持ってきてもらってるので、うん、はいはい、じゃあ発表してもらっていいでしょうか。いきますか、はい、人生は傾き続けるビリヤード台だ、さえのワッフルへの道。なんて、なんて、もう一回聞きたい。なんつった、だいたいお分かりになったかと思う。いや、全然わからんわ。もう一回聞きたい、はい、もう一回今日のタイトルいいですか、はい、こちらです。人生は傾き続けるビリヤード台だ、さえのワッフルへの道。わからん。どういうことやろ。分からん、はい、難しいな。2回聞いたら大体分かったと思うんです。いやいや、いや、もうちょい詳しく聞きたい。そうですね、はい、どういうこと、はい、ビリヤード、はい、はいはいはい、ビリヤードあるじゃないですか、はい、サエさんやったことありますか。あります。ありますよね、僕もね。であれ狙い通りにやるじゃないですか、うん、狙いを研ぎ澄ませてやるじゃないですか、うん、で、人生と置き換えた時にですね、うん、あれと思って僕、うん、台が傾くようなことがたびたび起こるんですよ。なるほど。その、はい、ビリヤードって数字が書かれた、はい、まあ、球を並べ、はい、で白い
球、あのボール、あ、はい、なんだ、球、まあ、ボール球ですね、を、はいはい、あの棒でツンってついて、はいはい、数字の順番で、まあ、いろんなルールありますけど、数字の順番通りにこう穴に落としていくっていうあのゲームです。そうですね、まあ、でいろんな球にカン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 って当てて、ボールにカーンって入れたら、うん、得点みたいな感じですね。待って、でも、でも台って、うん、もちろん水平じゃないとボール並ばないし、そうですね、普通はそうですよ ね、はい、傾いてるんですか。そうなんですよ、地盤沈下が起こり続けているんですよ、うん、なるほど、人生のリアルな現場では。ほう、これで言うと、ビリヤード台っていうのが人生で言うと何に当たる、はい、何に当たるんでしょうね。環境とか、うん、そうですね、うん、状況環境みたいなこと、うん、そうですね、自分の過ごす環境ですね、うん、であれってもうすっごい角度をこの角度で当てたら、うん、ポンってボールに当たって、それが壁にポンってこの角度で弾かれて、そこからスンスンっていってこの穴にポンって入れるみたいな狙いがあるじゃないですか、うんうん、なるほど、計算して打つもんね、はいはい、でこれが人生においてピュンって打った後に、そっから地盤沈下が起こって傾くっていうことがあるんで、時代が変わったりとか、なるほどね、状況が変わったりとか、はいはいはい、で、あのそもそも台が傾くから全然狙い通りにいかないんですが、うん、そのおかげで思いもよらぬ球に当たり、うん、思いもよらぬ角度で違う穴に入り、うんうん、意外と良かったねみたいな、なるほど、こともありますね、確かに、まあ、もちろん意外と悪かったねもあるんですけど、なるほどね、はい、っていうのがありますと、はい、で僕の中で散らばってる球があるじゃないですか、うんうん、球が人なんですよ。あ、はいはいはい、思いもよらぬ球がピュンピュンピュンって弾いてる間に出現したりするんですよ、ね、うん、はいはいはい、ブンって、うん、でそれに当たってしまったがゆえに、うん、また変な方向に行っちゃったんだけど、うん、まあ、結局あの穴に入れてよかったねみたいな。あ、はい、じゃあその思いもよらぬ出現で、うん、信じられない角度に行ったんだけど、うん、そのおかげで出会えた人とかつながった人もいるよ。そうですね、そうですね、で自分の球があのポコンって穴に入ることもあるし、うん、人を思いもよらぬ棚、あ、穴に放り込むこともありますよね、うん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 、なるほど、自分の行動で、はいはいはい、中話それは何で感じたん。もう僕の人生ですね、はあはあ、そんなことが。でも、はい、確かにそのただの平らなビリヤード台でさえ、はい、そういうことってあるじゃないですか、うんうん、狙って打つけれど、うん、思った通りにはボールっていかないし、うん、はい、思った通りに球は落ちない、うんうんうん、でもあ意外とラッキーだった、ラッキーな当たり方して落ちたっていうこともありますけど、そこに地盤沈下が起こることで、はい、想像できない社会というか想像できない世界に入っちゃっていくっていうのは、うん、まさにここ 2,3 年の話ですよね。はい、あ、そうかもしれないですね。最近特にコロナ禍とかで、うん、変わってってるっていう、本当に生き方とか周りの環境とか出会う人がガラッと変わったっていう人は多いから、うん、あ、なるほどね、なるほどね、うん、ボールって人だよね、自分もそうだよねっていう方は想像しやすいかもしれませんね、はい、そうですね、はいはいはい、でなので思うのが、あの狙い通りに行くっていうことを、うん、あの目標にすると、うん、がっかりするんですよ。あ、まあ、それはよくあるわ。そりゃ大体のことがね、それはよくありますね、そうはいきませんもんね、うん、はい、なので、うん、狙い通りに行くことを狙う、あの目標にするんじゃなくて、うん、結局この穴にはまってよかったかもねみたいな、うん、そういうスタンスでやると、うん、地盤沈下が起こってもイライラしないっていうか、はいはい、うん、それはもしかしたらこの穴に入って、うん、あ、よかったラッキーだったと思える思考がある人と、うんうん、うわ最悪や、こうやって落ちてしまったこれで終わったって思う人と、うんうん、同じ結果でも捉え方でだいぶ違ってくるよってことかもしれませんね。そうです、はいはいはい、ね、え、それはなんかその自分の人生経験からそういう結論に至ったって。そうですね、うん、お時間許すならば例を挙げてもいい。例は聞きたい、 いやいや、そのために来たい、そこ聞きたいお時間あります、聞きたいです。ですね、うん、あの僕はもともと趣味でバンドをやってたんですけど、うんうん、で福岡で音楽活動をやってて、はい、アーティストになりたかったんですね、うんうん、ミュージックステーションとかに出ているような、うんうん、アーティストになりたかったんですけど、まあ、それがあまりうまくいかなくて、うん、まあ、普通に一握りの人しかなれないので、はい、でそっから僕は公務員になろうと思って勉強を始めたんですよ、うん、
大学卒業した後に、うん、でそれもまたうまくいかなくて、うん、もう全然勉強しなくて、うん、でその後、日雇いバイトをしていて、うん、こう人生どうしよっかなと思って過ごしていたんですけど、うん、その時に兄から声がかかりました、うん、あのお前もそんなことせずに上京してこいと、うん、で、そこから上京したわけですけど、うん、これが2010年ですね、はい、で、あのいろいろあの音楽の仕事を兄の弟子みたいな感じでやらせてもらった時に、うんうん、当たり前体操の話があって、そうだそれ言ってなかったね、うん、僕当たり前体操の歌を歌っているんですけど、作ったんですよね、あの音楽を、あれ、カウカウさんと作曲は共作して、うん、で歌は僕が歌っているんですけど、あら、どんなやったっけ、どんなやったかな、当たり前だ、もう歌うけど、どんなやったっけな、当たり前当たり前当たり前体操みたいな、すごい出た出た本物や、すごいっていうのをね、気持ちいいすごい、でこれがですね、はい、あの狙ってやったわけでは全くなくて、はい、まず兄にお話が行ったんですよ、うん、そうね、一緒に仕事していた中で、はい、兄にこういう体操の曲を作れないかみたいな、うん、で兄がもうなんかお前経験のためにやってみろみたいな感じで、うん、はい、僕に譲ってくれて、はい、でその時なんか大ヒットコンテンツになるとは全く思わずにやってたんですけど、うん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 、でしかもカウカウさんが歌う予定だったんですよ、ね、うん、でオケ制作を手掛けていたはずで、はい、仮歌として、うん、僕の声を入れてたんですよ、今の伸びやかな、そうです、でその時にあのカウカウさんがデモ音源を聞いて、もうこの人の声でよくないって、へー、会ったこともないのに、はい、そうなんですよね、僕の声でよくないって言ってくれて、うん、そういうネタってなかなかないじゃないですか、芸人さんのネタで、はい、本人じゃないみたいな、うん、歌ってるのが、うん、でそこから歌っていったんですけど、はい、そこからもう半年以上経った後にブレイクして、そうなんですよ、で正直もう今だから言いますけど、なぜ僕が受けたのに太陽にやらせたかっていうと、ぶっちゃけギャラが低くてぶっちゃけですねでもそれで、はい、本当に人生思いもよらない道が開けたというか、はい、想像もできなかった世界が待ってたってことですよね、うん、そうですね、はい、でその後に会社を作ったんですけど、オフィス樋口っていう会社を、はい、でそれに至った理由が、一番の理由が、僕社会人になったことがなかったので、うん、それまで社会人になるには会社を作るしかないと思って普通会社に入るんやけどね、そうそうそう、そっち普通はね、その手立てが思いつかなかったのでいやそれはちょっと特殊な発想と思うなのでそれまでプラプラしてたから、はい、社会人になる手段が、うん、会社設立しかなかったので、まあ、これも怪我の巧妙というか、うん、逆に、うん、いろんなことを知りすぎていたというか経験しすぎていたら、うん、えいやでできないかも、そうですね、会社設立してキープする難しさとか全く知らなかったので、すごい、だって一時期同級生と夜中にマクドナルドに行くだけの生活をしてましたからね、実家にいや、はい、それを否定はせんけれどもいや毎日それですよ、うん、しっかりせよって言ってお前マクドナルド一丁間でいいか、一丁こかのつって二人で青柳 の、ね、弟と二人で毎日行ってたんですよこいつ、やっぱ社会人じゃなかったからできた、はい、でもいいやと会社を立ち上げ、会社に立ち上げ、はい、で、まあ、数年間兄と続けていたんですけど、うんうん、その時に愛の楽曲工房、はい、FM 北九っていう、はいはい、コミュニティ FM、 そうですね、北九州市にある FM 北九さん、はい、で兄がもうやるぞって声かけてくれたんですけど、うん、もうその時僕トークの経験が全くなくて、あ、うん、自信がなかったんですよ、だから最初の頃もうガクってなってたんですけど、今日も喋れんかったわみたいな、うん、そうね、うん、まあでももう兄がもう関係ねえって言って、うん、やったら上手くなるからみたいな感じでやってたら、うんうん、まあ次第に緊張もしなくなっていって、うんうん、で喋れるようになっていったんですよね。でそうこうしてたら、うん、兄が会社を辞めるってなって、はい、
オフィス樋口を退社するってなったんですよ。でそこからもう僕が頑張るしかないっていうことで、うんうん、社長として頑張るっていうので、はい、会社は維持できたんですけど、うん、その後思いもよらない展開が、うん、兄がポッドキャストの世界に行ったっていう。ああ、そうなんですよ、はいはい、これももう僕からすると偶然の積み重なりで、うん、施設運営をやってやろうと思って、うん、まあ田川で会社立ち上げたけど、はい、まあ経営うまくいかなくてぶっ潰れかけて、うん、で一人でなったんですよね、うん、社員全員もう一旦解雇せざるを得なくなって、はい、でどうしようかってなったらたまたま飲み会で今の古典ラジオのメンバーと出会って、うん、たまたま始めたみたいなところがあるから僕からしても超たまたまなんですよ。でもそれが、はい、まあ、樋口さんの場合はもう日本一のポッドキャスターなわけじゃないですか、うん、たまたますよ。スポティファイの大賞を取ったり、はいはい、総務大臣賞を取ったり、ええ、ええ、思いもよらぬ方向に行ってるってことですよね。うん、でそのおかげで、うん、まあ、こうやって RKB という舞台でね、はい、兄がやらせてもらっているわけですけど、はい、でここで今回の僕が出演したさえのワッフルへの道っていう、そこか、はい、なるほど、触れたいんですけどそういや言ったのいいですか、うん、今回僕はちなみに今僕長野県に住んでるんですけど、あ、長野なんですね、はい、はい、でまあ、遠いじゃないですか、でなかなか帰れないんですけど、はい、1年に1回とか2回とか、うん、で今回ちょっと家の用事で帰省してるんですよ、はい、で、まあ、5日間ぐらい帰省している中で今日が降って僕も兄も空いたんですよ、うんうん、まあ、兄空いてないですけど、あ、そうそう、うん、兄はこの用事があったんですけど僕空いたんですよ、うん、で話している中で、うん、何日何するみたいな、18日何するみたいな話を聞かれた時に、まあ、今日空いてるわみたいなことを言ったら、はい、まず兄は今日僕が体が空いていることを知ってるっていうのが一個ありますよね、はい、で話の中、兄と久々に話す中でリアルで、うん、僕がサイのワッフルを聞いてるんですよ、ポッドキャストで。われゆえのコーナー、われゆえ、ありがたいですね、はい、全部聞いたんですけど、すべて、はい、で、まあ、面白いと思って聞いてたんですけどそれを話したんですよ、全部聞いたわみたいな、はい、で3つ目、うん、ポッドキャスト経験が僕にたまたまあったっていう、うんうん、愛の楽曲工房をやってたの、はい、でそれを兄は知ってるじゃないですか、うんうん、一緒にやってるんで当然ですけど、うん、で4つ目が兄が RKB でこの番組をやっているっていう、うん、で5つ目、うん、これが大事なんですけど、うん、仲が悪くないこれ言葉選びよね、仲がいいとは言わなかった、仲が悪くはない、いや仲がいいと言ってもいいんですけど、うん、これで仲が、まあ、伝わってきますから分かりますけど、仲が悪かったら、うんうん、今までの4つの要因が揃ったとしても、うん、決して僕はサイのワッフルに出てないんですよ、うん、確かにそうかも、そりゃそうだし、うん、でも、うん、仲が良くなければ聞いたよって、まあ、そもそも聞かないと思うし、ポッドキャストを、そうそうそう、情報が入らないし、そうで聞いたよというコミュニケーションもないと思うし、うん、だからまあやっぱり仲がいいっていうからこその成り立ちもあるとは思うんですけど、わざわざ会う予定がない日に会う予定を入れないですからね、そうそう、なんか悪かった、連絡を取り合ったりとかね、うん、そしてまあ一緒にポッドキャストをするっていうことも仲が悪ければしませんもんね、まあ、ね、2016年から始めてるからもう何年、8年、7年か、うん、7年がそうか、はい、うん、いや、あとそれで言うともう一個、うん、僕の相方出てるからっていうのもあったんですよ、あ、そうですね、僕目線から言うと、そうか、うん、いくら弟だからといって気軽にプロデューサーに弟出していいですかってさすがに言うのは、うんうん、ちょっと職権乱用すぎるだろうって普通は思うかもしれないですよ、いや、うんうん、でもね、普通だったら、はいはいはい、でも相方出てるから、うん、弟ももしかしたらちょっとお願いしたら出させてくれるかもっていうのはあったっす、うん、正直だから気軽に聞けたっていうのあります、うんうん、いや実際、はい、そして私実際会って話したいなと思ってたし、うんうんうん、なんなら1対1じゃないこう2対1と言いますか、はいはいはい、樋口さんも揃って太陽さんもいてっていうトークを目の前で聞くっていうのは経験したいと思っていたし、はいはいはい、そのやっぱりポッドキャストをやってるっていうことで、うん、伝えたい思いがあるっていうのが大きいと思いますから、うんうんうん、それはなんか弟だからっていう話じゃまたちょっと違う次元だから、そうね、うん、
会えてよかったなと思いますけど、うん、ありがとうございます。でもそういう積み重ねで、はい、うん、サエのワッフルへの道だったわけ。そうなんですよ。何が一つ欠けても、うん、サエのワッフルにはたどり着けなかったっていう。本当ね、いや、まあ、マジでそうだ、ね、だってここに入るときに警備員さんに止められてたらもうここで喋れてない。いやいやいや、ね、そこが障壁。あの三木さんのセリさんがね、このあのマイクのスイッチを入れ忘れてたらお前の声は届いてないわけ。いや、そうですね。何一つ欠けても障壁なくてよかった。でも本当そう考えたら、はい、皆さんに言えることと思うんですけど、うん、この経験が A の経験が B の経験につながり、うん、C と D は全く関係ないと思っていたものが、うん、D につながってそれが C に戻ってくるとか、うんうん、そして今にあるっていうのは、うん、あると思うし、うんうん、それにまた気づけるかどうかで、うんうん、その後が変わっていくのかもと思います。その通りです。いや、マジでそうなんですよね、うん、あのスティーブ・ジョブズが言ってたやつですよ、うん、これ。あ、そうなんですか。コネクティング・ドッツっていうことを言ってるんですけど、要は点をつないで線にしていくっていうことなんですけど、はい、なんか点が一個あるだけだったら本当にただの点なんですね、うんうんうん、だから例えば太陽がポッドキャストやってた、うん、それで何の成果もつなげることもなく終わることもあると思うんですよ、うん、あ、はい、でも、うん、なんかそれもあったし、うん、で僕というなんかビリヤードの玉があって、うんうん、それがいろんな作用をして、うん、なんか成果としてここにいるっていうのがあるから、うんうん、で多分ここに出たことがまた一個の点になって、うんうん、今後の人生でラジオ出演したっていうことがなんかまたあるかもしれないし、うんうん、ここでさえさんっていうまた新しいビリヤードの玉が太陽からちょっとボンって出てきたわけ、うん、ボン、うん、やし、うん、みたいなことはありますよね。そうですね、何がどこでどこ、こうやってね、はい、あの普段ポッドキャストを、うん、あの樋口さんと太陽さんのポッドキャストを楽しんでらっしゃる方がもしかしたらそれをきっかけに、うん、このサエのワッフルを聞いてくださったかもしれないし、うん、その役もあると思うんですよね。そうそうそう、そうなると私たちの輪が広がっていくから、うん、リスナーさんとの輪もそうだし私たちとの輪も広がるから、うん、なんかワクワクは広がっていきますよね。そうですね。あと僕が面白いなと思うのが、うん、さっき5つ挙げた要因が、うん、兄の中でこれを満たせば、うん、ふむお前を出させてやるみたいなことではなくて、うん、あの5つ揃ったからポンって浮かんだだけなんですよね、兄の頭の中に。本当そんな感じだったね。あ、明後日出ればみたいな、うんうんうん、だって一昨日連絡しましたからね、プロデューサーに。フットワークが軽いっていうのはいいことよ。スタッフも含めね、はい、でこのように、はい、あのいろんな人たちいますけど、対してなんかその計画的にやってるわけじゃなくて、うん、いろんな条件が揃ってポンってその人の中で思いついて、うん、あ、君これやったらみたいな、うん、勧めが出るのがあの思わぬ穴に自らの運命を放り込むみたいな。ビリヤードのね、はい、そう、本当それ偶然やな、うん、だって今日のゲストとして太陽が世界一適しているかどうかを吟味してないもん俺、うん、そうですね、はい、うん、でも本当にたまたま、あ、俺呼んでみようみたいな感じだから、うんうんうん、はい、でもそれを判断するのは、はい、聞いてくださったあなたかもしれないですから、うん、ね、うんうん、だからきっと樋口さんがジャッジを出さなくてもいいことだったのかもね。あ、まあね、うん、そうそうそう、だからこそ、はい、チャレンジでよかったんじゃないですか、うんうん、でチャレンジする土台に上がれたのもマジで偶然みたいな、うん、とこだから。でもやっぱり偶然のためには準備は必要だなっていうのも感じました、ね、まあね、これまでの経験をちゃんと、うんうん、それはそう、そうそう、自分の中で引き出しにちゃんと入れてるからこそ、うん、いざって時の偶然が来るし、その舞台に上がろうってできるから、 その準備も大事ですよね、うん、ドットがあったからコネクトできたみたいな、うんうん、僕がポッドキャストやってる時に、うん、もう初期段階で辞めてしまったりとか、うん、まあ、なんなら会社辞めてしまったりとか、うん、そうはいきませんもんね、うん、そういうことしてたら今日はなかったので。そうですね、うん、あ、うん、ドットをコネクトしよう、うん、中話中話みんなありがとな。いや素晴らしかった、はい、いやちょっとね、うん、あの面白かったから、うん、ぜひね我々の番組愛の楽曲工房にもさえさん出てもらおうっていうのを今日いきなり言ってみようと思う。どうですか。叶えならしたい。ありなんこれ。ちょっと、はい、会社の上の方、あら上の方が今そこにいらっしゃるわ。この方うなずいてますよ。
あれねえ、トライしたいですね。あら、あら、上の方、やった、やった、いいじゃないですかって、やったやった、コネクティング、コネクティングコネクティングした、やった、私もドットになれるから。いやー、あ、嬉しい。ちょっとじゃあそれ ね実現していきたいですね、はい、具体的にやっていくとして、じゃあ今日はこんな感じですかね、はい、ワッフルーム、今日は樋口、太陽の我思うゆえに我ありで、テーマは何でした？人生は傾き続けるビリヤード台だ、さえのワッフルへの道ということでございました。いい、ゲストは僕の弟樋口太陽でした。ありがとうございました。ありがとうございました。東京ミュージックラブミュージックトリビア you can use starting tomorrow. Kate, do you know Aerosmith? Of course I know. Do you know the name of the vocalist? Do you know why it's so acclaimed musically? Oh! Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What?Regular distribution every Monday and Thursday, and chat session Tokyo Backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it.